反服は朝鮮半島地域の民族衣装の韓国での呼び方。白衣民族とまで呼ばれた白い衣装。戦後は女性用のチマチョゴリが有名である。戦後の経済発展以後はカラフルな色の種類が増えてきた。男性の韓服の場合、チョゴリとバジ、貝にチョッキあるいはマゴジャを着る。さらにトゥルマギを着れば、外出着から礼服としても通用する服装となる。 チョゴリとは上半身の衣服であり、男女とも共通。下半身の衣服は、女性用は、チマ、男性用は、バジと呼ばれている。そして、頭に、看帽を乗せ、腰に帯を巻き、そして靴、またはりを履く。この上に、トゥルマギを着用すれば、体幹性に優れた、古服系統の衣服となる。チョゴリあるいは、チマチョゴリと呼ばれることが多いが、韓国では、女性のチマチョゴリ、 男性のパジチョウゴリ、子供のセクトンチョウゴリなども含めて、民族衣装全体を広く、反服と呼び、北朝鮮では、同様に、朝鮮服と呼んでいる。いずれも、民族衣装である。北方アジアの遊牧民が着ていた、古服の流れを組んでいると言われ、それに中国など、外国の影響が加わって成立した衣服である。モンゴル帝国の支配下に入ると、上流階級は、 モンゴル文化を受け入れ、半服もその影響を受けた。パジやチョゴリの竹が変わったり小物が移入されるなど、その影響は無視できない。ちなみに、モンゴルの服も、北方騎馬民族の古服の流れを組んでいる。1904年代官帝国時代、ゴーウツヤンバモンゴルの影響で、チョゴリが短くなり腰の帯が消えて、オッコルムができた。1899年代官帝国時代、 エルンスト・ヤーコップ・オッペルトは、彼の、朝鮮気候エインバーシュローシンズ・ラント、冷戦ラッシュカーで、服は、男性も女性も、大子である。と述べており、ラゲリーも、ゆっくりとどっしりに歩いて、すべての人が白い服を着ている。と述べている。朝鮮の両パンのみが、色付きや柄付きの服を着ることを許されていた。朝鮮時代。 編集理事朝鮮時代の郵便集配人の服装1895年理事、朝鮮時代には全国に変復例と断髪例が降りると、これに抗議する断髪例騒動が起こった。その後、日本統治時代以降も染色していない色の白衣を着る習俗に変化は見られなかった。また、日本統治時代が終わった後の朝鮮戦争時代の韓国人の服を見ても、 やはり多くの人々は白衣を着ている。断髪霊騒動もまた、朝鮮市に重要な位置を占めている一節であるが、ことは、近広州内閣の行き地深市内省が、生活改善運動の一つとして、断髪を取り上げ、国王率先断髪を断行、直後を発して、これを法制化し、民衆に強行しようとしたことから始まるのだ。この時春戦の受精弾が、一斉に立つて、 断髪令こそは、大和エビスの万宝なり、逆党の訓令なりと叫び、さらに背後にあって敏派の性格これを先導したものだから、春戦、元州、安藤、李州等、今時の南北戦争の戦場になった各地に次々と暴動が起こり、官が及び、日本人に危害を加えていったのである。髪を切ることが、和エビスの万宝なりと、日本人に責任を負わせている点と、 間発の直後が、また面白い。陳信民に率先して神を立つ、鹿優秀よく陳の意を対し、万国と並立する大技をなせよというのであるが、長い民族風習から離れる生活文化の問題だけに直後を発して大事を取ったのは良かったが、これを励行するため、末端の行政庁では、各校を訪問して、強制実行せしめたり、甚だしいのは、 巡査がカミソリを持つて、街路に立ち通行人のちょんまげを、次々と反りつって行ったのだ。この警察犬乱用の弊害は、日本時代にまでずつと残つていて、白服常用は選択の労力と、生地の損傷で不経済だから、色服に変更しようではないかと、いわゆる、色服の奨励を、総督の政策の一つに取り上げた時なども、通行の白服人に墨汁を振りかけたり、 一人数と捉えて囚人の前で恥をかかせたりして無意味な反感をそそる。その不手際さをよく見た在戦時代軍主導調員等直接民衆に接触する役人をよく開国したものだが、その末端行政の面によっていつも断髪令当時のようなことが行われるのであった。そしてこうした障子を取り上げて政治的に利用し大衆運動に発展させることの巧みさもまた、 朝鮮民族の特性ということができよう。断髪令は、一応全国的暴動にならず、鎮圧された。鎌田沢一郎、朝鮮神話草原者昭和25年後来、李氏朝鮮の朝廷は時折、白衣が模服の色であることを理由に禁令を出すこともあった。ただし、女性の妻はこの限りではなく、一部の少女と未婚女性及び花嫁は赤い妻、ま、 既婚女性や中年女性は藍色のチマ、老女は朝木色や灰色のチマを着用することもあったという。普段は一般的に気なりの漂白されていないチマとチョゴリを主に着用した。2000年代以降に見られるチマチョゴリは化学繊維の生地に原色を使い、カラフルかつ派手なものが多い。しかし、李氏朝鮮は何、世紀も続いた紛争で極貧のため、 染料技術が乏しく、白い木なりのチマチョゴリを主に着ていた。色付きや柄付きのチマチョゴリは中国から購入した刺繍された生地を物々交換して入手された贅沢品のため、一般人には入手できず、量販の目掛けか、中国に献上された蜜着女の朝鮮人女性だけに着ることができた贅沢品であった。そのため、欧米の来訪者から、 白衣民族と言われたこともあった。また選択すると、生地が痛むと言って、洗わずにそのまま着用し続けることが多かった1988年代官民国、時代ソウルオリンピックのボランティア2005年代官民国、時代不残ーペック首脳会議に、終幕頃も着用する国家元首2013年代官民国、時代大官民国第18代大統領僕、日本では、 韓国、朝鮮について、長年この装いが強くイメージされ、その象徴とされることも多かった。その背景には、韓国料理店の看板に、これを着用した女性が描かれていたり、その人形が韓国からの土産物になっていることなどが挙げられる。しかし現在では、常時着用する習慣は、軽症南道加藤軍にある青、鶴堂のみで見られ、一般的には常用されない。ただし、 チマチョゴリ乗用の習慣は1960年代まではあったとも言われている。一方、日本国内にある朝鮮学校では中級部、高級部の女子生徒の制服としてチマチョゴリの様式を取り入れている。これは白いチョゴリと黒いチマを着用するものだが、北朝鮮ではこの色彩のチマチョゴリが女性の清掃になっている。なお、韓国ではこの色彩のチマチョゴリは見られない。 韓国では最近、改良間服というものが登場している。これは、反服を現代生活の中で手軽に着られるように、アレンジしたもので、生活間服とも言う。活動しやすいよう竹が短めであったり、ドレスのようにオーガンジーなどの素材を使ったものがあるが、これも日常的に着ているのは少数である。なお、最近、民族士官高等学校や、 大小高等学校など一部の学校で改良官服を制服として採用した。1935年日本統治時代、赤ふるさとを着用した女性2007年代官民国時代、同胞を着用する男性チョコリウワギ。もともと三丈は腰まで届く長さがあったが、やがて胸を露出するほど短くなり、その後再び長くなった。現代では、 男性用の方が女性用より見た毛が長い。袖や襟の形には時代ごとに流行がある。おっこるむちょゴりについたリボン状の紐。ちょゴりを止める紐は別にあるが、本来は上前を止めるためについている服の結び紐。ちょゴりの見た毛が短くなるにつれ、現代では装飾的な役割を持つ。バジ男性用のズボンのような袴。現代では洋服のズボンの意味でも使われ、 韓国ではジーンズをチョンパジ、ハンズボンや短パン、ハーフパンツの類をパンパジなどと呼んでいる。チマ女性用のスカート、巻きスカート形式で胸の下で紐を結び固定する。近代以降になると肩紐がつくようになり、現代では洋服のスカートの意味でも使われる。そごは和服で言えば、襦袢、湯文字などに相当する下着。トゥルマギ和服で言えば、羽織。 皮膚などに相当する。カッチョゴリ、マゴジャ防寒用に、ウサギの毛を挟み込んだ竹の短い羽織。ペジャ直キに相当。小い点に礼装に置いて、かんざしに巻いて、前へ垂らすリボン。カッシルクハットに似た形の男性用の冠ウォンサム朝鮮王朝時代の王公貴族女性の、精霊装木ねに金箔などの装飾が施されている大袖の衣装で、 チマチョゴリの上に着用する。ジー色は着用者の異界によってき、紅、れない、紫、緑に分かれる。単ビ前後に長い垂れのあるチョゴリ。王公貴族女性の第二霊装。これもチマチョゴリの上に着用する。治安を、朝鮮王朝時代の貴族や、名家の女性が外出する際、顔と体を隠すために用いたトゥルマギに近い形の衣装。ブルカや、 チャードルのように頭からかぶる。スゲチ島、朝鮮王朝時代の庶民の女性が外出する際、顔と体を隠すために用いた島に近い形の衣装。着用法は、ちゃんおと同じ。トッポ男性の略霊装。トゥルマギより身幅を広く取り、袖幅、袖丈を大きくした衣装。ありがとうございます。